インドネシア人がこれはフェイク映像じゃないのかと日本の用水路を見て絶句しました。インドネシアのとあるネットニュースが日本のとある風景を記事にして話題になっています。そのとある風景とは日本各地で見られる鯉が泳ぐ用水路。しかしこのネットニュースが話題になった理由は単にこの用水路を紹介したからだけではありません。なぜ日本とインドネシアではこんなにも違いが生まれたのか。記事を書いた記者は世界に向けてそう問題提起をしたからです。インドネシアに限らず世界では排泄物、化学物質などに汚染されていない安全な水を確保できない人が多くいます。どうして日本は鯉が泳げるほどの綺麗な用水路が流れているのか、世界中が注目しているのです。今回は用水路を通して見えてきた両国の環境に対する考え方について、またそれに対する海外からの反応をご紹介します。これだから日本は用水路になぜ鯉が、インドネシアのネットニュースで取り上げられた用水路がそもそもどのようなものなのか皆さんはご存知ですか。まず農業や工業、飲料水、消防など私たちの生活に必要な水のことを用水と呼びます。この用水を河川やため池などの水源から離れた場所に届けるために作られた水路が用水路です。用水路の中でも最も多いのが農業用水路でしょう。古来日本は豊足原の瑞穂の国と呼ばれていました。用水路の歴史は古く、弥生時代の頃に稲作文化とともに伝来した農業用水がその起源であったと推定されています。長い時を経て農業用水路は日本の風土を形成し、今では自然の一部であるかのように地域の中に組み込まれていますよね。ではこの農業用水路にはどのような役割があるのか皆さんはご存知でしょうか。作物の生育に必要な水の供給はもちろん、生育に有害となる過剰な水の排出といった機能があります。他にも洪水防止、土砂崩壊、土壌侵食防止、気候緩和、景観保全、伝統文化継承など、その機能は実に多面的です。さらに水の循環を通じた生態系の保全機能、水質の浄化機能もあり、農業用水路は生活に密着した社会的資本と言えるでしょう。しかし残念なことに農業従事者の減少で維持管理ができなくなっているというのが現状です。農業用水路の多面的機能は一旦損なわれると復元に多大な労力と時間、経費が必要となるようです。可能な限り良好な状態で維持管理することが望まれ、そのためには公的管理や公的支援も必要となってくるでしょう。さてそんな農業用水路が日本にどれぐらいあるのか皆さんは想像がつきますか。農林水産省の資料によると、日本の農業用水路の総延長はなんと約40万キロメートル、地球1周が約4万キロメートルなので、なんと地球10周分の長さの農業用水路が日本中に張り巡らされていることになります。この長大な農業用水路は日本が稲作を基幹農業としてきた証拠とも言えるでしょう。このように日本各地で私たちの生活を支えてきた用水路は海外の人たちの中でたびたび話題になっているようです。冒頭に紹介したインドネシアのネットニュースでは日本の用水路について次のように紹介されています。インドネシアに流れている川は色も濁っていて悪臭を放っている。それなのに日本では用水路でさえ透き通った水が流れている。さらに驚くべきことに、その用水路では鯉が泳いでいるのです。皆さん信じられますか。日本とインドネシアでどうしてこんなにも違いがあるのでしょう。この記者が実際に目にした鯉が泳ぐ用水路、ご覧になったことがある方も多いのではないでしょうか。中にはお住まいの地域の用水路に鯉が泳いでいるという方もいるかもしれません。もちろん日本全国どの用水路でも鯉が泳いでいるわけではありません。ですが一部の地域では水路に鯉が泳ぎ、それが生活の一部となり、また観光に生かされているのは確かです。鯉が泳いでいる用水路は日本各地で観光名所として人気があり、そこには多くの海外観光客の姿も見られます。用水路で鯉が泳ぐ光景はインドネシアの人だけでなく多くの海外の人たちにとって驚きの光景となっています。宮崎県の日南市、山形県の金山町、島根県の津和野市、岐阜県の飛騨市、長崎県の島原市などご存知の方も多いでしょう。日本の古い町並みが残っている地域でよく見られ、
とても風情がありますよね。ではここで、きれいな水が流れる用水路に鯉が泳いでいる光景を見た海外の人たちの反応をご紹介しましょう。日本はイメージ通り、きれいで清潔な場所なのね。それにしても、街の中に流れているとは思えないほどの透明度よ。鯉が優雅に泳いでいる。まるでおとぎ話の世界みたいだね。こんなの日本でしかありえないよ。これが用水路。私の国なら水浴びしたくなるほどの綺麗さね。でも日本人はそれをしない。家庭でモラルやルールを学んでいるのよ。正直に言うと、僕の国ならこの鯉を取って売ったり食べたりするやつが出てくると思う。恥ずかしい話だけどね。きっと国民のモラルがこの光景を生んだのね。私の国ならこの先もこんな光景は見られそうにないわ。海外の人たちは流れる水の美しさに衝撃を受けているようですね。また一般的に用水路といえば汚れているイメージが強く、そこで鯉が泳ぐなんて海外の人たちには信じられないようです。世界一汚い川、驚愕の実態。ところで皆さんは、世界一汚い川に認定されている川をご存知でしょうか？そう、この不名誉な川に選ばれたのは、先ほどのネットニュースの記者の母国インドネシアのチタルム川。このチタルム川がどれぐらい汚いかというと、川の一部では川の水が全く見えないほど。ひどい場所だと川に堆積したゴミの上を人が歩けるような状態。このように水面は想像できないほどのゴミで埋め尽くされており、時には動物の死骸が流れていきます。運が良ければ川の水を見ることができるそうですが、その水は工業排水で汚染され強い悪臭を放っています。その汚染がどれほどのものかというと、2008年に川に生息していた魚のうち約 60% の種が絶滅するほど。またこのチタルム川に限らず、環境林業省は2020年、インドネシアの河川のうち 59% が汚染されているという調査結果を公表。母国にこんな川があるのですから、インドネシアの記者が日本の用水路を見て驚くのも無理はありませんよね。でもインドネシアの川も昔はきれいだったはずです。ではなぜ日本とインドネシアでこんなにも違いが生まれてしまったのでしょう。そこでまずチタムル川の実態をもう少し詳しく見ていきましょう。インドネシアの首都ジャカルタにおいては、住民の約 80% がこの水を利用しています。インドネシア全体で見ると3000万人もの人々がこのチタルム川の水を灌漑や洗濯、飲用の水源として頼っているのです。もちろん源流は飲用水として使用できるほどきれいな水ですが、川を下ると大量のゴミが見えてくるのです。ブラックスミス研究所が2013年に実施した調査では、この川の水質はアメリカの飲用水基準値の1000倍も汚いことが判明。有毒な水銀、鉛、クロム、亜鉛、銅、硫酸塩、アルミニウム、マンガン、鉄などによって激しく汚染されていたのです。しかし人々はこの汚染された水に依存せざるを得ず、海鮮や感染症、さまざまな皮膚病に苦しんでいるのが現状。その中には汚染の影響を受けやすい小さな子どもたちもたくさんいます。また農業用水に使用されていることから、作物にも大きな被害を与えています。もちろん周辺住民たちはチタルム川の水の有毒性を認識しています。しかし他に頼れる水源がないため、体を洗ったり洗濯や食器洗いにこの川の水を使用し続けている住民もいるのです。子どもたちが川で泳ぐこともあるのだから驚きです。ではここでこのチタルム川の地域住民の声を聞いてみましょう。雨が降ると家が水浸しになってひどい匂いがするの。そして両手がかゆくなって何も手がつかなくなるほどよ。以前は繊維工場の警備員として働いていたが、会社の廃棄物処理システムについて質問したところ、解雇されてしまったんだ。農作物の収穫にも被害が出ています。汚染によってもみはスカスカだけど、お米を作る仕事を辞めても他に仕事はないの。昔は漁師をしていたけど、今はこの川でペットボトル回収の仕事をしているよ。川で集めたプラスチックゴミは業者が買い取ってくれる。稼ぎはわずかだけど、もう10年以上この暮らしを続けているの。驚いたことに、地域住民の中にはチタルム川に浮かぶゴミを生活の糧にしている住民もいるのです。この現状について海事調整省のサフリブルハヌディン次官は以下のように語っています。川のゴミがなくなれば彼らの仕事もなくなる。ただ川をきれいにすればよいという単純な問題ではない。畜産や養鶏、川の清掃など新たな仕事を用意する必要があるだろう。チタルム川に関する問題は深刻化、
複雑化していることがわかりますね。さて、この川を世界一汚い川に至らしめたのは、川岸にある数百にも及ぶ工場からの産業排水。特に注目すべきは繊維産業の発展で、1980年代には300にも及ぶ川岸の工場が有毒な排水を川に流し捨て始めました。政府と環境団体のデータによると、チタルム川には毎日約280トンの工業廃棄物が捨てられています。また環境局などからなる調査チームの報告によると、31の工場がチタルム川の本流及び支流で廃棄物を捨てていることを発見。その大半は22時以降に行われていたそうです。さらにチタルム川流域の工場全体のうち、適切な廃棄物処理システムを備えているのは全体の1割に過ぎないようです。かつて多くの工場がチタルム川流域に建設されたのは、その一帯は地下水が豊富で川が便利なゴミ捨て場になるからでした。日本人からすると、川が便利なゴミ捨て場というのは何とも信じがたいことでしょう。工場は地下水を過剰に使用し、さらに有毒化学物質が川から地下水を汲む井戸にまで浸透している状態でした。またもともと一帯には工場にふさわしいインフラが用意されていなかったようです。工場での雇用が始まったことで、チタルム川流域に人々が殺到するも、廃棄物処理システムは整備されていません。加えて清潔な水道水も使用できないとなれば、住民は水源として、そしてゴミ捨て場として川を使い続けるしかなかったのです。1970年代後半になると、工場のおかげで一帯は金のなる町として知られるようになりました。イブ・サンローラン、ギャップ、ザ・ノースフェイス、カルバン・クラインなど名だたるアパレルブランドから生地の発注を多数受けていたのです。皆さんも今着ている洋服の製品タグを見てみてください。もしかするとそこにはメイドインインドネシアの文字やインドネシアの繊維工場の名前が書かれているかもしれません。そう、ここで起きている問題は私たちと完全に無関係とは言えないのです。これらの多くの企業は独自のパイプラインを敷き、廃棄物を川に直接流し込んでいました。それは法的措置から逃れるため、そして適切な廃棄物処理システムの導入にかかる高いコストを避けるため。ではインドネシア政府がこのような状況を黙認しているのかと問われたら、実はそうではないのです。2016年には複数の環境団体からなるコリションアゲインストウェストが3つの工場に極度の汚染の責任があると指摘。なんとインドネシア環境省を相手取って訴訟を起こし勝訴したのです。結果、3つの工場による有毒物質の川への廃棄が違法となりました。また2018年にはジョコ・ウィドド大統領が7年かけてチタルム川の浄化を実行すると約束、チタルム川の水を飲用可能にするという最終目標を掲げたのです。地元政府から責務を引き上げ、廃棄物処理規定を無視する企業家に厳しく対処する姿勢を示しました。基準を満たさない工場に対しては操業許可を取り消す処置も検討。では実態はどうなのでしょうか。地元環境団体のスタッフは以下のように語っています。ほとんどの工場には廃棄物処理システムがあるが、正しく機能していない。それはどれも形式的に設置されたものばかりだからだ。残念なことに規則を守らない業者も多く、今もなお河川の汚染が続いているのが現状のようです。しかしチタルム川の主な汚染源は産業廃棄物だけではありません。インドネシアでは川に家庭ゴミを廃棄している地域もあり、川にゴミを捨てるということが習慣化しています。また川辺のあちこちで流域に暮らす住民たちが土手でゴミを燃やす光景も見られます。ゴミ収集車が回ってこない地域ではそうするしか方法がないようです。こうしたゴミは雨が降り水かさが増せば川に流れ込んでしまいます。環境局環境汚染管理課のエファファンドラ課長は次のように語っています。ゴミを捨てたり燃やしたりする習慣が根付いている。住民の教育にはまだ何年もかかると思う。だけどいつかは世界一汚れた川を世界一きれいな川に変えたい。これまでの住民たちの習慣を考えると、彼らの意識を変えるには長い時間がかかるでしょう。ゴミ投棄を改善するにはゴミ処理方法も見直す必要があり、インドネシアの廃棄物処理システム全体に及ぶ課題となっています。さらにこの河川への産業廃棄物や家庭ゴミの廃棄はインドネシアで頻繁に起こる洪水の原因にもなっています。河川への廃棄物の廃棄により通常より川幅が狭まり、
川の水が溢れやすくなるために洪水が起こるのです。河川が氾濫した際、河川の汚染が原因で病気になる可能性があるレベルまで達していると指摘されています。このようにチタルム川の化学物質による汚染問題の元凶は繊維工場だと言えるでしょう。しかし周辺の村々に暮らす住民も間違いなくその一端を担っているはずです。法の整備やゴミ処理システムの構築と同時に住民の意識改革も必要でしょう。400年以上守り続けた用水路、世界が尊敬する日本人の心。ではなぜ一方の日本には世界中の人たちが驚くような美しい用水路が生まれたのでしょうか。チタルム川のような河川と日本の用水路を同列には語れないかもしれません。しかし環境に対する考え、そして国民性の違いに焦点を当てて見ていきましょう。日本とインドネシアの違いは一体どこにあるのか、皆さんも一緒に考えてみてください。用水路に泳ぐ鯉を見ることができる場所の一つに長崎県島原市があります。水の都と呼ばれる長崎県島原市では市内の60カ所以上から1日20万トンもの清らかな水が湧き出ています。そんな島原市の一角にある鯉の泳ぐ町と呼ばれるエリアでは、清く澄んだ水の中を泳ぐ鯉の姿が国内外の観光客を魅了。鯉の泳ぐ水路が昔の城下町の面影を残す町並みにうまくマッチし、情緒ある雰囲気を作り出しています。そして市内に流れる用水路は日本名水百選にも選ばれている清らかな湧き水。島原市では私たち人間が飲むことができるほどの綺麗な水の中を鯉が泳いでいるんですね。さて島原市の用水路の中でも特に有名なのが武家屋敷水路です。江戸時代初期に松倉重政が島原城を築城した際、同時に整備された下級武士用の屋敷町へ生活用水として引かれたのが始まりです。なぜ400年前に作られた用水路が現在も当時の姿のままで残っているのでしょうか。それは地域住民が水路を大切に扱い守り続けてきたからです。水源から屋敷町までをつないだ約 2km の用水路は当時から川奉行という名の監視人を置いて厳しく管理されていました。藩政時代にはチフスや赤痢、コレラの悪疫が流行したため、藩では特に川による伝染に注意していたのです。実際に島原藩の出したお触れ書きには以下のような文言が。この用水路で鍋や釜を洗った場合は鍋や釜を没収する、水を汚した場合は罰金を課す、水路を破損した場合は各自で修繕する、他にも月に2回の用水路の掃除が義務付けられていました。この慣習は島原藩が亡くなっても大正時代まで脈々と受け継がれていたといいます。またこの地域にある洗い場は上流から順に食べ物用、食器すすぎ用、食器洗い用、洗濯用と4つの区分で整備されています。なんとこの規則は今も守られ続けているのです。島原の人々が湧き水や水路をいかに大切にしてきたかが分かりますよね。島原市内には豊富な水に感謝する気持ちの表れとして各所に水神様が祀られています。地域の人々によって大切に管理されていることからも島原の人々の水に対する強い思いを感じ取ることができます。400年もの時を経た今も武家屋敷水路が当時の姿のまま残っているのはこうした島原の人々の思いがあってからこそでしょう。しかし実は400年前にはこの武家屋敷水路に錦鯉は泳いでいませんでした。そもそも錦鯉は江戸時代の中期頃に真鯉から突然変異した変種を観賞魚として養殖したのが始まり、その後交配によって美しい模様を持つ様々な種類に改良されてきました。大正時代に紅白、大正三色、昭和初期に昭和三色の主要品種が作出され、現在では80種以上の品種が作られています。つまり島原に武家屋敷水路が作られた頃にはまだ錦鯉は存在していなかったのです。では島原が鯉の泳ぐ町になったのはいつなのでしょうか。それは今から50年ほど前、昭和53年7月のことです。地域の町内会の人たちが水路に色とりどりの鯉を放流したのがその始まりです。町内を流れる清冽な水路を生かした町づくりと子供たちの豊かな心を育てるという思いがありました。この錦鯉は湧き水同様島原の人々から大切に守られ、現在では約1500匹の錦鯉が泳いでいます。ここは島原市の重要な観光スポットの一つになっているのです。さて長崎県島原市を例に美しい用水路が生まれた経緯を見てきました。
私たち日本人が代々守り続けてきたものを海外の人にも美しいと感じてもらえるのは誇らしいことですよね。ただここで注意していただきたいのは、用水路の水がきれいだから鯉が生息できるわけではないという点です。海外ではよく鯉が泳いでいる光景を見て日本の水質の良さを称賛する声が見られます。しかしもともと鯉は水質が悪い河川に生息していることがほとんどで、他の魚よりも酸素濃度の低い環境を好みます。これは環境適応能力が高い魚とも言えるでしょう。また鯉は平均寿命も比較的長く、20年から30年程度、健康状態の良い鯉なら50年以上生きる個体もいます。犬の平均寿命が10から13歳、猫が約16歳と言われているので、かなり長生きですよね。ちなみに昭和58年に世界一長寿の鯉としてギネスブックに認定された錦鯉の花子はなんと推定年齢226歳、2世紀にもわたって生きていたなんて信じられませんね。さらに滋賀県の針江集落にはカバタと呼ばれる水文化があります。カバタとは川の水や井戸水を家の中に引き込み洗い物や飲み水などに利用する水場のこと。実はこのカバタでも鯉が活躍しているのです。かっこのカバタは湧き水を取水する元池、水を汲み上げる壺池、溢れ出た水を貯めておく旗池の3つからなります。壺池は飲み水や洗面器などにとって洗顔、歯磨きなどに、箸池は野菜や食器などを洗う場所として利用。そして旗池では大体鯉やフナ、ニジマス、イワナなどを飼っています。なぜ野菜や食器などを洗う場所で魚を飼っているのでしょうか。なんと野菜の洗いかすや食器についたご飯粒などは鯉やフナなどの魚が餌として食べるからです。そのため水はいつも濁りなく透き通っています。また泥のついたものはたらいで下洗いをしてからすすぎだけかばたで行います。これは集落の暗黙の約束ごとで下流への配慮が根付いているんですね。しかし何も考えずにただ鯉を放流しただけではその水域の生態系を崩してしまう可能性もあります。つまり日本の用水路は鯉が生息できるほど綺麗であることがすごいのではありません。称賛されるべきなのは鯉や用水路を管理することで生態系を守りながら人間も鯉もそこにいる動植物も共存していること。地域住民たちが高いモラルを持ちお互いを思いやってルールを守ってきたことでそれを実現させたのです。インドネシアの記者も日本の用水路を称賛する記事の中で次のように述べています。確かに日本の用水路には生活用水が流れ込んでいません。鯉も生命力が強いから生き残っているだけのことかもしれません。また日本人が水路を泳いでいる鯉を捕まえて食べないという側面もあるでしょう。しかし大きな魚の生息する清流が町の中を流れているのはインドネシアでは決して見ることのできない光景です。日本人は綺麗好きで環境保護にも熱心に取り組んでいます。鯉が泳ぐ用水路が存在しているのは日本人の国民性ゆえなのです。インドネシアでは繊維工場そして地域住民の廃棄物の川への投棄が習慣となった結果水質汚染が進みました。しかし水は地球みんなのものであり私たち人間もまた水がなくては生きていません。川の上流で暮らす人は下流で暮らす人へ思いやりを持って水を利用し下流で暮らす人は上流で暮らす人を信頼して水を利用する。インドネシアの水質改善のためにはこうした他人を思いやる心について考え直す必要があるのかもしれませんね。それでは今回のニュースに対する海外からの反応をご紹介します。用水路には汚れた水が流れているのが普通だと思っていたわ。日本の用水路は水浴びしたくなるぐらいに綺麗ね。日本の用水路が清らかなのは使う人が清らかな心を持っているからだよ。用水路にこんな透明な水が流れているはずがないわ。どうせアピールするための嘘よ。生活の中に溶け込んでいる用水路をこんなに綺麗な状態で維持しているのか。僕の国の用水路は悪臭を放っていて横を通るたびに僕は息を止めているよ。日本人は動物や植物だけでなく自然に対しても敬意を払っているのね。みんなで共存しているということを忘れてはいけないわ。日本だってドブ川が流れている場所もあると聞いたことがあるよ。それに昔の話だけど日本の川の水質汚染も問題になっていただろう。何年あればこの景色に追いつけるのかしら。同じ地球に住んでいるはずなのに恥ずかしくなってきた。え、これってフェイク映像じゃないの？これが用水路ですって。
私の国ならアナコンダが生息しているわ。汚いし臭いし、そして怖くて近づきたくないわよ。世界が目指すべき姿だと思うが、もちろんこの美しい光景もそうだし、日本人の自然を大切にする心もだよ。用水路はもちろん、日本人の精神性を絶賛する声が多く聞こえてきます。自然を大切にする心だけでなく、他の人を思いやった行動を取れることは日本人の美徳とも言えるでしょう。インドネシアに限らず、海外の多くの国の用水路は日本と比べてかなり汚いようです。実際、世界の生活排水の 90% は未処理のまま河川に放出されているのが現状。こんな背景もあって、鯉が泳ぐ用水路は海外の人にはさらに美しいものに見えたのかもしませんね。また、経済成長を遂げている最中には日本にも似たような問題もありました。しかし、当時の日本は経済のみを優先することなく、日本の文化、そして美しい環境を守ろうとしたからこそ今があるでのです。これからも世界に誇れる日本であるため、そして次世代に誇れる日本であるため、美しい環境を守っていきたいですね。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。視聴者様からのコメントが動画制作の励みになっております。ぜひとも高評価、チャンネル登録をして次回の動画をお待ちくださいませ。